皆さん、こんにちは。国際日本文化研究センターの安井真奈美です。え今日はえ、日本の図絵に見る病気併有の民族と題して発表させていただきます。え私の専門は、え民族学え、そして文化人類学でえ、日本やミクロネシアのパラオを中心に、え出産、お産がどんな風に変わってきたかということをフィールドワークから明らかにしています。 今日はそこから少し発展させて身体体そして病についてどんなふうに人々がイメージしてきたのかそれを日文研コレクションを中心にさまざまな図絵から見ていきたいと思います。 病気閉異を願って、近世から近代にかけて病や身体はどのように表現されてきたのか、主に見ていきたい資料は、一つは疫病についてのものです。現代の感染症、特に近世から近代にかけて、様々な西絵に描かれていますので、その一部をご覧いただきます。 また死に至る感染症だけではなくて日常さまざまな病に私たちは苛まれてきました。腰が痛い肩が凝るそれに目もしょぼしょぼするいろいろあります。そういった痛みや病について絵マに病気併誘が願われそれが奉納されていますので えそういった資料をご覧いただきます。えそして最後にえ、身体の内部、つまり臓器に対するえ興味関心が、えー、解剖図、医学の中での解剖図の翻訳と,とともに、一般の人々の中でも高まっていきます。えー、そうした絵図を、えー、皆様に西文献コレクションから、えー、ご覧いただきたいと思います。えー、さて、 疫病感染症ですが、藤川遊の日本疾病史の中でもいくつか挙げられています。ここに示しました、闘争、放送、天然痘ですね、水痘、マシン、ハシカ、風疹、コレラ、流行性感冒、腸チフス、赤痢などなど挙げられています。近代に疫病、それ以前は えー、エアミなどと呼ばれました、えー、こちらですね、えー、現代には、まあ、感染症として、えー、国立感染症、えー、研究所の情報によりますと、えー、こういった形で天然痘は、えー、撲滅宣言がなされていますし、えー、マシンもです、ね、ようやく日本では2015年に、えー、排除状態にあると。 というふうになされていますが、えー、他にも様々、えー、な感染症が、えー、流行ったり、また新型コロナウイルスのように新たな感染症が、えー、出現したりもしています。こういったものに対して、えー、病気併誘、えー、もちろん医師に治療を依頼する薬を飲む、えー、こういったものの他にも、 えー、お札を貼る祈祷をお願いする、えー、疫病神の神、えー、送りの儀礼をするまた日常においても年中行事や人生儀礼、えー、そして食べ物過ごし方の禁忌、えー、民間療法などなどがあります、えー、こういったものをですね、えー、どんなふうに人々は実践していたのか、えー、その様子を示す錦絵がございます まず、ハシか、マシンですが、これは江戸時代を通じて14回流行していると、大体10数年から20年の間隔で訪れています。特に、文久2年、1862年の流行は、非常に多数の死者も、死者、そして感染者数も多かったことから、養生所やはしかへを通じて、 さまざまな近畿、そして、こんな風にして過ごすべきだという風なことが情報として伝わっております。こちらも日文研の相田文庫図版資料データベースからご覧いただいています。また、疫病よけには、多くは正気を描いたり、こちらは中国で疫病を払う神として、 日本でも非常に、えー、よく描かれております。えー、こういった正気でありますとか、えー、橋替えには、えー、源のためともの絵などが描かれました。えー、今回のこの、えー、企画の、えー、チラシにも使われております。えー、ためとめと正気はすぐわかりますが、 これら、それからマシン、ハシカは、一体この絵図の中でどのように描かれているか、きちんとすぐわかるように、背中にハシカ、コレラというふうに文字が描かれています。また、マシンの近畿として、75日、それから100日間はこういうことをしてはいけない。 防治、えーえー、性行為であるとか、入浴、えー、お給、酒、えー、それから、えー、食べてよきものとしては、かんぴょう、にんじん、豆腐、大根、切り干し、えー、土壌、さつまいもというふうに、えー、さまざまな食べ物も挙げられております。そして、こういった、えー、疫病予けをする際のさまざまなまじないも、錦絵に描かれています。 よく出されるのが、貝馬桶、金管、麦ですが、それぞれ、まじないに使われたものが、さらに大きな、この赤色のダルマに驚いているという、こういう構図になります。で赤いダルマは、えー、包装紙が恐れる色、まあ、疫病が恐れる色として、 えー、放送の退治、えー、放送退散のためには赤一色の赤絵が、えー、よく描かれてきました。まあ、こういったように、えー、当時の疫病にちなんで、えー、様々な日絵が描かれています。えー、次に、この日常の病ですね、えー。こちらをご覧いただきます。 日常、江戸時代には特に眼病が流行っておりました。また、先ほども言いました、肩であるとか腰であるとか、足、手、様々な身体部位を病みます。そういった時に、このビンズルソンシ者、なで仏と,と呼ばれる、このビンズルソンシ者の体、自分が病んでいる部分をなでて、 えー、そして自分の、えー、体もなでると、えー、治癒するというふうに言われております。えー、こちらは、えー、奈良の長谷寺、だ、え、だ、ー、押しで有名なこの長谷寺のびんずる尊者です。また、えー、人々の病を、えーまあ、絵馬にして絵馬の形で表現して奉納したものが多数見られます。 こちらは目の病です。目の病を描くときには、必ずこのように目一対を並べて書きます。数えていただいたらわかりますが、一方は8、もう一方は16というふうに8の倍数となっています。これはやんめ、やむめと8のやんめを掛け合わせた まあ一種ダジャレのようなものですがえ、必ずこういう形で、たとえ片目を病んでいても、え両方合わせて描かれています。えー、このような形で、えー、眼病の絵馬です。えー、こう何かですね、あの近世に非常にこう人気のあった、えー、妖怪の絵にも通じるようなところがありまして、えー、この身体部位、 を表現するときのこの表現の仕方というのは、やはりこう何かそれぞれの媒体で通定するものがあったんじゃないかなと思います。他にも、えーまあ、子供を育てるときに、えー、授乳は欠かせません。えーまあ、父がよく出るということが非常に重要になってくるわけですが、 まあ、それをですね、わかりやすく描いたものです。また、えー、布でこういった作り物をつけて、絵、え、馬、ーま、として奉納もしています。えー、これは現代でも、えー、広島県福山市友の浦の万代寺観音堂などで、えー、安山祈願、授乳祈願、えー、として、えー、奉納もされています、えー。同じような図柄ですが、えー、こちらは、 女性の病上半身に関してはこのような乳房の形下半身につきましては着物の形で表現していますまあ見る限り同じ形態ではありますがそれぞれ思いも違っているということになります片手手の病であれば片手も両手も描きますしまたこのように 手たえます他にもですね色白でありたいという時にはこの真っ白い大根を描いたりまた子供が夜泣きせずに夜ぐっすり寝てほしいなという時にはこのようなすやすやと寝ている絵をそのまま描いて奉納いたしました。 えー、さて、少し変わったところで、えー、奈良県立民族博物館に所蔵されている、この博物館でハートと題された絵馬がありますで。こちら、このハートが感謝の気持ちを表すのか、いや、そうではなくて健康祈願と書かれているので、もしかしたら心臓なのかなというふうにも思いたいところですが、えー、では、えー、人間の えー、臓器身体の内部についてはどのように表現していたのでしょうか現在ですと、えー、ハートの絵馬はもうほとんど縁結びとして、まあ、各地で見出すことができます3、えー、つ目にですねこの身体内部への興味関心について少しお話しいたします、えー、もちろん、えー、解体新書の翻訳が、えー、まず 日本に大きな影響をもたたらしそれよりも遡ること2年前に初めての翻訳解剖書西洋のこの医学書のオランダ全区内外文豪図というドイツ人レメリンのいわゆる小宇宙図譜と呼ばれるものの初版本がさらにオランダ語に翻訳されそれが日本でも 刊行されております。で、こちらがですね、えー、その元になりました、天理大学付属天理図書館が持っております、えー、レメリンの小宇宙図譜です。で、これを元に、えー、このような形で、えー、初めての翻訳解剖書が出されます。で、えー、先ほどのものと比べますと、 男性の身体、女性の身体、レメリンの図譜の方は、それぞれの身体図を開けるような形で、中に臓器が作り込まれています。それと同じような作りで、こちらのオランダ全区内外文豪図も作られています。 これは日文献の相田文庫図版資料の一つとして日文献が所蔵しているものです。女性の身体にこうあの赤いバラでしょうかか印象深く描かれておりますおそらくこのレメリンの方では十字架であるとかドグロにこう入っていく蛇であるとか、まあ、そういったものが描かれていますので身体の情報のみ それに加えてこの花だったのでしょうかこういう形で刊行されましたまたこの相田文庫図版資料データベースにいろいろなところでよく紹介されます帽子養生鏡飲食養生鏡こちらもございましてそれぞれですね身体内部がどのようになっているのか 臓器の中で動く小人が描かれており人々のこの想像力のたくましさといいますかそういったものもうかがえます。とはいえですね先ほどご紹介したようにレメリンの前に山脇東洋が人体解剖をいたしましてその後臓視を記した中で これまでの東洋医学で言われておりました内臓五臓六腑説を正していきます。先ほど見ていただいたこちらの絵もそういった五臓六腑にはない新しく子宮が描かれたりというふうに医学の情報が盛り込まれてもおります。 まあ、ほんの一部今日ご紹介いたしましたが、えー、最初の橋替えなどの西絵は、もちろんまじないの意味もございますが、えー、食べ物や過ごし方の近畿などを伝える情報として、また病気併用の絵馬には、えー、非常にこう、あの、病んでいる身体部位をわかりやすく描くといったことが見られます。えー、解剖図はもちろん、えー、医学的な知識を詰め込み、 細部にわたって描かれていきますが最後に見ていただいた防次洋上鏡など人々の豊かな想像力が働いていく近世の絵の中にもこういった医学の知識が少しずつ浸透していく様子を見ていただけたかと思います。これらの資料は人々の身体感身体への意識を探る貴重な資料として見ていくことができると言えます。 ぜひとも皆さん、日文研のコレクション、インターネットでもご覧いただけますので、どうぞ一度ご覧いただければと思います。ごご聴ありがとうございました